カゴロのリーユへの変化はあまりにも早い。まあいい。慣れるつもりもないからな。必ず戻ってきます。一つ聞いてもいいですか？あなたは誰にとってのヒーローだったんですか？君もこの授業を受けていたのか？いや、実習が終わったら一気に緊張が解けて力が抜けちゃってね。お前はあの屋敷でヴァンパイアたちの慰み者にされていたんだろう。俺たちには最低限の分別くらいある。どうかな、あんたを引きつけるだけ引きつけといて、その隙にみんながちょっとずつ抜けるってのもありかと思って。宮廷魔術師の書庫にも上級までしか魔法書はなかったんです。これ見たことのない魔法だ。そうか、もっと上があったんだ。人に迷惑がかからない荒野がいいな。お前の断末魔はうるさそうだ。お前たちは一体何を考え、何を感じているんだ？3週間先まで犯罪者は死んでいくようにデスノートには記してあるが、キラは死の時間を操れるということもエルには示している。だからこの場合、僕が何の情報も得ていないときに新しく報道される犯罪者が死んでいけばいい。